今回は、電源3種同期発電機をマスター使用シリーズということで、平成25年度機械科目の TOEIC について解説したいと思います。TOEIC は、短絡比が与えられていて、そこから同期インピダンスを求める、問題であります。まず短絡比と、パーセント同期、インピダンスについて、考えていきたいと思います。まずパーセント、同期インピダンス、こちらは短絡比の関係というのはパーセント、同期インピダンスですね、ZS イコール、短絡比を K とすると、K 分の100と。K 分の100という関係がございます。つまり、逆に言うと、という、関係が、ございます。そして、パーセント、同期インピダンスですね。パーセント同期インピーダンスは、等価解離としてこのよ、正確電数 VN。VN として定格電流を、IN と、同期インピダンスを ZS といたしますと、このような関係があります。 VN ルート3分の VN、 あ、ごめんなさい、3分の INZS かける100ですね、という、公式に求めることができます。ここから、展開していくといいというわけであります。これが、分かっているとこの問題はすぐできてしまいます。まあ、そもそもこのパーセント同期インピダンスというのはどういうことかと言いますと、既にはこういう定義がございます。こういう定義でございます。これ1層分ですね。1層分の、1層分の等価回路で考えたときに、この部分を同期リアクタンスと、巻き線抵抗、これを合計したものを ZS といたしますと、定価が電流が流れた時の、端子、これ1層分でありますので、ここはルート3分の VN であります。この定格電流が流れた時、この、1層分で考えた時の定格電圧に対しての、この同期インピダンスの電圧効果、こちらが何パーセントかということを表したのがパーセント同期インピダンスであります。そしてこのパーセント同期インピダンスのを逆数を取って100をかけたものが短絡比ということになります。ちなみに短絡比の定義というのは、短絡比は IN 分の IS ということになるわけであります。このような関係をいろいろ使って、この問題は解くことができます。まあ、今回は、ある一つの手法ということで、この、パーセントインピーダンスというのは短絡比分の100であると、パーセント同期インピーダンスは短絡比分の100であるという関係から求めていきたいと思います。では、この、関係から求めていきたいと思います。短絡比分の100イコールルート3分の6600との、IN が、1050ですね。1050かける ZS イコール100ということで、あ、ごめんなさい、かける100と。ここから100が消えて、ということになりますので、
ZS イコールということで、こういうの関係が成り立ちます。ZS イコール1.25かける1050かけるルート3分の6600と。これを計算しますと、およそ2.9と、2.90というのが出てまいります。ということで、答えとしては、2.90、こちらが正しいということになるわけであります。この問題で最も注意しなければいけないときは、ことは、この定格電圧 6.6kV、ここの部分で、このルート3分のというのを忘れてしまうというのが一番やりがちなミスであります。ちなみにこのルート3分のというのを忘れると、この5.03というのが出てきて4番にあるんですね。ので、これで大変間違いやすいというところであります。この同期発電機に関しては、このパーセント同期インピダンス出すというのはあくまで1層分で考える ここが非常に重要になります。なお、この問題というのはいろんな求め方がございます。いろんな求め方がありますけども、まあ、どの求め方が自分にとって一番分かりやすいかというところも整理しつつ、ぜひこのパーセント同期インピナンスは短絡比分の100であるという関係も非常に便利でありますので、身につけていただければ、今後の電検の勉強に役立つと思います。